兄貴、準備は済みましたか？ああ、大丈夫や。それじゃあ、そろそろ行きましょう。そやな。北方に近づく方法は、海上近くまで行ってから考えようが。それなんですが、これから海上付近の警備はどんどん厳しくなると思います。兄貴、少しでも目立たないように別々に行きましょう。わかった。一人で無茶するんやないで、ババちゃん。わかってます。それじゃあ俺は先に行きます。すみません、ちょっと手荷物拝見させていただいてもよろしいですか？予感的中だ。検問の手前で脇にそれると思って網を張ってた甲斐があったぜ。北方組のもんか？おうよ、網走から出てきたって聞いたときは耳を疑ったが、どうやら伝説の極道ってのもあながち嘘じゃねえみたいだな。親父に会って真島の敵討ちをしようって腹なんだろうが、そうはさせねえ。北方組は東条会なんかには負けねえってことを教えてやるよ。今何時？ああ、今何時か聞いとんのや。11時半過ぎだ。そうか。ほな、のんびりしとる時間ないな。さっさと片付けて北方のとこまで行かせてもらうで。ふざけたこと抜かしやがって。もう二度と時間なんて気にしなくていいようにしてやるよ。やるYeah!
Hey!
せ。兄貴、こっちです。兄貴、大丈夫でしたか？大丈夫や。っていうか兄貴、何ですかその格好？これか、警官巻くための変装に決まっとるや。逆に目立ってますよ。そうか。ほんなら着替えるから、ジョー待っとけ。これでええやろ。服はとりあえずしもうとくとするわ。それじゃ急ぎましょう。兄貴、俺についてきてください。ああ、こっちにも待ち伏せが。やるしかないようやな。行くで、アバちゃん。Yeah.
よし、これで追ってくる奴らは全員倒しましたね。そうみたいやな。そやけどこいつらお前んこと容赦なしに襲ってきたな。いくら俺と行動を共にしてるからとはいえ、元は同じ組の人間やないか。ええ、実は俺もこいつらの顔知らないんですよ。きっと俺が無所に入ってからの10年の間に組に入った奴らなんでしょう。そうなんか。この10年の間に時代が変わったっていうか、もう本当に俺の居場所なんてないんだなって気がしますね。寂しいもんやな。さあ、それじゃあ行きましょう。こっちです。こないなとこに来てどないするつもりや。このマンホールから下水道に入ることができます。下水道？セレモニーの会場のちょうどステージとなってる場所にマンホールがあるんです。このマンホールをたどっていけばあそこに出られます。そこから直接北方の親父に接触するのがベストかと。よう調べたな。実は昔ガキの頃、あそこの公園で遊んでた時に通ったことがあったのを思い出したんですよ。なるほどな。ほな行こうか。この上です。時間は？もう12時を過ぎています。オープニングセレモニーは始まっているはずです。頃合いやな。どないした？まさかここまで来ておじけづいたんとちゃうやろな。違いますよ。ただ親父に会ったら何を話そうかなと思って。そんなん今考えることちゃうで。まず誘拐成功させてからや。そうですよね。すいません、兄貴。よし、行こうか。おかげさまでこの月見の雪祭りも今年で56回目を迎えることとなりました。ご承知の通り、北海道の冬というのはですね、とにかく雪が多く切っても切れない関係にあります。その雪に親しみ、こうして毎年楽しいお祭りが開けるということは、我々月見野の人々が自然と共生しているということの証でもあります。北方理事。うん。例の網走刑務所の脱獄囚が会場の近辺に現れたという情報が入りました。警備は万全ですが、万が一ということもあります。身の回りには十分お気をつけください。どうかなさったんですか？いや、何、どうやら待ちわびていた相手が来たみたいだな。これでやっとあいつとの約束が果たせそうだ。は？だがこの状況、どうやって突破する気だ？もういいんだいいんだ、気にしないでくれ。さあ、オープニングの航空ショーが始まりますよ。どうですか、見事なもんでしょう。今年は結構金を使ったんですよ。あれ？
なるほどな、こういう手もあったのか。北方組の北方組長に間違いないな。なあ、そうだ、おめえさんは冴島大河だな。そうへ。こうして会えて嬉しいぜ。ずっとあんたのことを待ってたんだ。待っとったやと？どういうことや。おめえさん、あの真島が死んだっつう話を聞いて、はるばる網走からやってきたんだろう。真島を殺した犯人である俺に会うために。そうだろ。実はそのことなんだが、俺もおめえに伝えなきゃならねえことがあるんだよ。一体何や。あの真島五郎が最後に言い残したことは気にならねえか。邪魔が入らねえ場所を用意してやる。そこで話そう。兄貴、罠かもしれませんよ。安心しな、俺の部下たちも知らない場所だ。もちろん警察も知らん。さっきも言ったが、俺もお前さんに用事があるんだ。さあ、邪魔が入らねえうちに行こう。兄貴。分かった、案内してくれ。先日このビルを丸ごと買い取った。最近は月見のも不景気でな、物件転がさなくなって困った連中が駆け込んできやがる。参ったもんだよ、俺らもそんなに金持ってねえってのによ。そんで俺に伝えたかったことっちゅうのは何や。それが真島が言い残した言葉が関係してるんか。うん、そうだ。あの、俺ちょっと外を見張ってます。本当にここが安全かどうか信用できませんし。疑り深いやつだな。あれ、お前さんの兄弟分か。知らんのか、あいつのこと。さあ、覚えがねえな。それにしても意外だな。下の連中から聞いてた話じゃ、もっと荒々しい男が来るのかと思っていたが、さすがあの真島の兄弟分ってことか。真島に似て中身は繊細な男のようだ。そう言われたのは初めてやな。うちらの業界の連中も節穴ばっかりになってしまったってことだ。どいつもこいつも見た目ばかりで人間を判断する。だから下手打つんだ。ところであんた、兄弟分を殺されたにしちゃあまり怒ってないようだな。兄弟が誰かにやられたとして、それは兄弟が弱かった言うだけのこと。強いもんに弱いもんが負けた。そんなら俺の出る幕やない。なるほど。せやけど、兄弟がなんで殺されなあかんかったんか、兄弟は最後なんて言うて死んでいったんか、それだけは聞いとかなあかん。あんたやったらその答え知っとるんやろ。俺がおめえに伝えたかったことってのはな、俺と真島が会合したあの日、あの場で本当は何が起こっていたのか、その真実についてだ。真実やと。聞かせてもらおうか。ああ。まず最初に結論から言おう。北方組は真島をやってない。俺には真島を撃つ理由がないんだ。どういう意味？言葉通りの意味だ。それ以上の意味はない。真島は北方組を東条会の傘下に収めようと話しつけに来てたはずや。
ならあんたが真島を弾く理由は十分にあるはずやろ。それでも撃つ理由がないと言い張るんか。だからそれが誤解なんだ。そもそも真島は東条会の傘下に入れと言ってきたんじゃない。なんやと。五分杯を交わしてほしいと頭を下げに来たんだ。つまり俺に堂島大吾の兄弟分になってくれと言ってきた。北方組が東条会と五分やて。ああ、そしておそらくうちだけじゃねえ、福岡や名古屋にも同じ条件でなしつけに行ってたはずだ。うちとしても五分なら依存はねえ。東条会と手を組みや、うちに余計なちょっかいかけてくる組織もなくなるだろうしな。ほな、あんたは杯受けるつもりやった言うんか。そういうこった。だから俺が真島を殺す理由はねえ。ほな、一体誰が真島殺したんや。そう、それがあんたに一番伝えなきゃならなかった真実だ。一度目の会合で杯の話を聞いた後、心を決めた俺は真島に連絡し、二度目の会合の日取りを決めた。そしてことが起きたのはその二度目の会合の時だった。俺が返事を伝えたところ、どういうわけか真島はしばらくじっと黙り込んでいた。少しして真島の口から飛び出した言葉を聞いた時、俺は耳を疑ったよ。なんて言うたんや。この杯交わしたらあかんとな。なんやて、それは一体どういうことや。真島は感じていたようだ。この杯交渉の裏に誰か別の人間の思惑を感じると。別の人間なあ。東条会と北方組が杯を交わしてしまうと、そいつの書いた絵の通りにことが運んでしまうかもしれんとな。それで真島は杯交わすんを取りやめようとしたいうわけか。おそらくな。そんでその絵描いたんは誰か分かっとんのか。それは来たかな。おい、しっかりせ。くそ。